アップル iPhoneiPhone4iPhone4 はアップルが開発、販売していた iPhone の第4世代目のモデルである。2010年6月7日に WWDC で発表され、同年6月24日から順次世界各国で発売が開始された iPhone3G 以来シリーズ2度目のフルモデルチェンジとなった。日本では iPhone 3GS 同様にソフトバンクモバイルのみが販売していた。2016年10月に Apple でのサポートが終了した。ボディ背面をポリカーボネート製の丸みを帯びたデザインから強化ガラスによる平坦なデザインに変更。側面はアンテナラインと呼ばれる樹脂製のパーツを兼ねたステンレス製のフレームの構造となり、従来より小型、薄型化された。 システムチップを自社開発の Apple A4 プロセッサに変更して高速化、省電力化し、レティナディスプレイと名付けられた 326P という超高解像度ディスプレイを初搭載、背面に LED フラッシュライト付500万画素カメラ、さらに FaceTime と呼ばれるビデオ通話用に全面カメラを搭載した。機能面では HD ビデオ記録機能や三軸ジャイロセンサを 実装し、バッテリーのさらなる高容量化、eMovie4iPhone による単体でのビデオ編集、iOS4 で実現したマルチタスクや、アプリケーション用フォルダを搭載するなど、大幅な機能の向上を図っている。容量も 16GB と 32GB モデルが用意されている。バッテリーの高容量化と A4 プロセッサへの移行によりバッテリー駆動時間は、 約40%向上。iPhone 3GS も引き続き併売されるが、iOS4 を標準搭載した新構成の 8GB ブラックモデルのみとなり、iPhone 3G の販売は終了した。iPhone 4の発表当初、カラーは従来通りホワイトとブラックの2色が発表されたが、当初に発売されたのはブラックモデルのみであり、 ホワイトモデルは製造上の問題により2010年7月末2010年内2011年春と延期を重ねた。2011年1月12日にアメリカ及び日本のアップル公式サイトよりホワイトモデルに関する記述が削除されたが後に同年4月28日にアメリカや日本などで発売された。2011年2月10日からはアメリカ合衆国にて ベライゾンワイヤレスの CDMA2000 ネットワークに対応した iPhone 4が発売された。これにより、米国での Apple と AT&T による独占パートナーシップは終了した。CDMA 版 iPhone 4は SIM カードスロットが搭載されていない。また、この CDMA 版 iPhone 4の外観は、後に発売された iPhone 4S と全く同じであり、 側面のアンテナの位置が異なり、マナーモードボタンと音量ボタンの位置が数ミリ下にずれている。また、CDMA 版であるため、CDMA を展開するキャリアのないヨーロッパなどでは、ローミングは利用できない。プロトタイプ紛失事件アップルの iPhone、ベースバンドソフトウェア担当者がサンのゼノバーに、プロトタイプの iPhone4 を置き忘れ、それを何者かが拾って、 ギズモード記者の手に渡るという事件が起きた。ギズモードはそのプロトタイプ iPhone4 を分解し、ネット上に公開した。アップルは、ギズモードがアップルに帰属するデバイスを現在、所有していることについて、この書簡は、当該デバイスのアップルへの正式な返却要請です。当該デバイスをどこで受け取ればいいか、場所を提示してください。として、ギズモードに返却を求めたが、 ギズモードは応じなかった。これに受けてアップルは警察に捜査を依頼し、ギズモードのオフィスに家宅捜査が入るに至った。アップルはギズモードに対し、この iPhone4 が発表された WWDC2010 からプレスパス発給を拒否して出入りを禁じたため、これ以降、ギズモードはアップルによる基調講演の実況などを行う際、 他社の記事を引用する形で報じる形となっていた。その後、いくつかのやりとりを経て、アップルとギズモードは正式に和解し、iPhone6 が発表された2014年9月のイベントからは従来通りプレスパスが発行されるようになった。初期搭載は4.0である。最終サポートは7.1にまでであり、2014年9月に、 リリースされた iOS 8ではサポートされない。iPhone 4発売以降一部製品の液晶ディスプレイが変色するという問題が発覚している。iPhone 4と iPhone 4S には人間が近くできる以上の解像度という触れ込みのレティナディスプレイが採用された。1ピクセルの幅が78マイクロメートルと 小型化され、スペックとしても3.5インチサイズのディスプレイで、解像度326ピート、従来の iPhone 比で約2倍の解像度を実現した。実際には、人間の網膜の限界には、解像度が足りていないと指摘されている。アンテナ設計の不備のために本体を左手で持つと、アンテナが塞がれて、電波の受信感度が悪化し、最悪の場合通話、 通信の切断に至るという不具合が発生しており、アメリカでは欠陥を知りながら注意喚起をせず、不具合品の販売を続けるアップルに対し複数の集団訴訟が起きている。訴訟内容は設計、製造と組み立てにおける欠陥、保証違反、疑瞞的取引行為、意図的及び過失による、不実表示、隠蔽詐欺など多岐にわたる。 この不具合は iPhone 4だけの問題ではなくどの携帯電話でも起きることだと反論。アンテナ感度について計算式の間違いにより低く表示していたとしソフトウェアの改善をすると発表したが後日アップルはアンテナの件に関する基調講演を行い一連のアンテナ問題をウォーターゲート事件にちなみアンテナゲート事件と命名しジョブズは 我々は完璧ではないし、電話もまた完璧ではないとし、ブラックベリー、HTC、サムスンなどのスマートフォンと iPhone とのアンテナ感度の比較動画を出して、他社の製品でも起こりうることとした。さらに、アップル社内の最新電波測定施設の写真をスライドで公開し、その投資額が1億ドル以上であり、18人の博士号を取得した専門エンジニアが、 設計や研究に当たっていると加えた。ジョブズは、まず、スマートフォンには共通のアンテナに関する問題を抱えていること、そしてアップルケアで問い合わせてきたユーザーのアンテナに関する苦情が全体のわずか0.55%だったこと、そして、米国での iPhone 提供キャリアである AT&TA の返品以来の割合が 3GS 時代の3分の1だったこと。 そして最後に AT&T が集計したデータでコールドロップの割合が 3GS の1%未満だということを合わせ実際に iPhone4 でアンテナにトラブルを抱えているユーザーの割合はごく少数でしかないとしたしかし指が触れることにより感度が落ちる問題は認めアンテナ部に指が触れないようにするための保護ケースを無償で配布することや 購入後1ヶ月以内の傷がついていないものに限り、購入者からの返品を認めると発表した。この他の電話会社のスマートフォンも同じ持ち方をすれば、受信感度は弱くなるという主張を、具体的な機種と詳細付きで、報道機関向けの発表会やウェブサイトで公表した。ため、比較対象となった各、スマートフォン製造者から、反論や非難を浴びた。 アンテナの不具合が取り沙汰されるのと前後して iPhone のハードウェア部門責任者が Apple を退社している。出展 Apple Newsroom a r c h ありがとうございます。